はい、こんにちは、ストレッチ中島です。本日も中島さとしオンライン始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日のテーマいきたいと思います。本日のテーマはロングターンを気持ちよく滑るためにというテーマに、ついてお話しさせていただきたいと思います。前回ですね、撮影で久しぶりにロングスキーを履かせていただきました。だいたい180センチのスキーなんですけれども、気持ちよくそのスキー板を使ってロングターンをさせていただきました。その時に、私なりに注意している点がありまして、それはターンの中盤です。前半でスキーが切り替わってきてから、そこから最大傾斜点中盤に入ってくるんですけれども、まあ、時間で言いますと、右ターンで言うと2時3時4時ぐらいですかね。このあたりをですね、雪面とのコンタクトがとても、大事になります。私は、そこでですね、雪が柔らかかったりする場合に関してはあまりきつく踏み込みをしないで、少し雪質とバランスを取るところを少し待ちながら踏むようにしています。また、雪がしっかりとグリップするような状態ですと、もう2時ぐらいがしっかりと押してですね、スキーをしならせた状態で、そしてターンの後半に抜けていくというふうな心がけをしております。ですので、ロングターンをする場合はですね、ターンの中盤、ここをですね、あまり雪質によって、柔らかい時には焦らず、そして硬い時にはしっかりとスキーをたわませるということで滑っていただけると、すごくうまく滑れるんではないのかなと思います。はい、それではですね、今日は、ロングターン大回りについての私なりの滑り方のポイントをお伝えさせていただきました。はい、それではですね、最後まで皆さんご視聴していただきましてありがとうございます。それではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。